皆さんこんにちは、お酒のママです。今日は1万円爆買い企画を予定していたんですけれども、お酒日記ただの爆買い企画ではなくて、なんと今回お酒ちゃんが欲しいと言ったもの全部ママが裏で買っちゃいたいと思います。やばくないですか。お酒ちゃん最近頑張ってるので買ってあげたいと思うんですけど、まあただね、欲しい、いいねって言わないと買ってあげられないので、まあいいなとか欲しいとか言わせたりして、まあ買ってあげたいと思います。もうこれマジで夢の企画ですね。ちょっとね、最後びっくりした姿見たいですね。それではやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、月です。そしてるーちゃんです。はい、ということで今回はじゃじゃじゃん、開店前にここからはい、東京新宿三丁目店さんに来ています。いや、開店前にマジで本当にありがとうございます。ということで今日は何をするんですか。本日はじゃじゃーん、1万円1万円爆買い企画でございます。せっかくなので、はい、開店前をお借りしているので、さすがにはい、ガチの1万円企画、ガチです。え、もう今日はお酒ちゃん頑張ってるので、うーちゃんも、はい、何にも制限とかなし、なしです。ワード NG ワードとかなし、はい、もう爆買いしちゃってください。やばい、今日貸し切りなんで。え、しかもここ4階建てとかまであるんですよ。だからめちゃめちゃ欲しいの絶対あるの。そう、絶対あると思う。やばい、1万円はまず買いまくります。ゆうちゃんのもね買います。お菓子とかもいっぱいあったよ。あ、お菓子もある。じゃあゆうちゃんのも折半して、折半8人ぐらいで折半じゃないの。できますか。はい、早速買いたいと思います、はい、制限時間とかもし今のとこないですね。はい、回転するまで、もう回転するまで OK でございます。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。それではどうぞ。あ、早速カゴを取りましたね。もうね、いっぱい買うのでカゴ多分3個ぐらい必要だと思いますいっぱい買うってさ、1万円だからね。めっちゃ気になったんだけど、おお、匂いなんかめっちゃ良さそうじゃない。早速すごいね、何も見ないでその一番近くにあった、うん、違う、ずっと気になってたの、撮影する前から。ちょっと見てて、ちょっと何か私買うのかあるこれ買います。1500円。すごいんだけど、やっぱりめっちゃ可愛いの。でもちょっと見て値段、1080円。残念、どうしよう、1万円は買えないよね。まあ、また一回戻ってこれるから保留でもいいんだよ。保留で、うん、すごいね。マジですごい。だってコスメ多分違う回にもあるのに、うん、氷めっちゃあんの。いや、これめっちゃ気になってんの。見て、朝かわいいグロス。私寝起きめっちゃブスなんですよ、うん、で唇の色が白くて本当に死んだ人みたいになっちゃうので本当にこれめっちゃ気になるの。だって売れてるもん。え、売れてるよね、これ、うん、だってこれ買おうかな。1500円、ちょっと買っちゃいます。おー、やばいぞ、これは。欲しい、なんか言ってる、待って、あ、これ欲しいの。こっちにしよう、こっちにしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ、ゆうちゃんはいいよ、これにしな。じゃあゆうちゃんこれにする、絶対こっちの方がいい。自慢してるあ、待って、これ欲しい。服にシュッシュ、それ欲しいんだよね。あ、いい匂い。します。はい、見て、すごくない、シャンプーの商品づくめみたいな。あ、だからめっちゃ良くない、シャンプー買う前に試してみるのに。え、超良くない、うん、しかもシャンプーで3000円ぐらいするんじゃん、あれ、うん、え、さっきこれちょっと買ってみたい。え、これめっちゃ良くない、うん、1回試して使ってみてまた大きいの買うみたいな感じでしょ。じゃあ一番気になるのを取ったらいいんじゃない。使ったことないやつがいい。これとかめっちゃ気になる。アルジェラのリペア、リペアだからあれかな。うわ、いいね、毛先までまとまるだけ。私毛先バッサバサの。え、私これ買ってみようかな。それにしますか。うん、これ1回分なんだって。え、これにしよう、傷んでるから。ほら、俺こんな値段で買えちゃうもん。おお、いいね、これ買います。はい、なんか買おうじゃん。
え、めっちゃおかしいんだけど。プロテインビスケットって糖分控えめなんだよ。え、こういうの良くない？こういうのだったらさ、食べても罪悪感ないよね。確かに。おさきちゃんさ、学校でさ、つまみ食いするじゃん。うん、そう。やばいの私、お菓子をめちゃめちゃ食べるからね、太るのね。うん。だから、それプラス、昼ご飯も食べるから、学校これも結構かな。プロテイン。いいね、お値段もお手頃。ねえ、ほんとだね。え、私これ食べたい。しかも超美味しそう。管理栄養士推奨してるし。お、推奨してんやったもん。あと、のど飴もママ欲しい。ごめんね、ママの。いつも声ガラガラだもん。のど飴の何味？抹茶味だって。抹茶じゃない方がいいな、ハーブのがいいな。はいはい、文句ばっかり言われてる。あ、違う違う、別に私のお金なんだから。そう、私なんか、まあね、そうね。じゃあ次、ウェイクも。ちょっと、ここでやってたら、あ、でも待って、見て、アクセサリー。え？アクセサリーもあるの？え、すごくない？ちょっとアクセサリー買いたい。え、かわいい。見て。ちょっとかわいくない？今日してないからいいじゃん。してるわ。してるんかい。してるわ。あれ、これ欲しい、来ましたよ。高い耐久性のやつ選んでる。スルーター。あ、でもさっきもほら欲しい。これ買おう。300円。ね、可愛いんだけど、こういうの。これも可愛い、見て、リボン。え、なんかめっちゃさ、すごいんだけど。こういうの可愛い。見て、次。でも、高いんでしょ？高いでしょ？300円。買い放題、全部買えるじゃん。1万円だったら30個も買える。この月か、月かリボン。どっちでもいい。迷うんだけど、どっちがいいかな。ママは月。ママ月にします。300円です。すごい安いね。早くウェイコも。やばいやばい、欲しいのがいっぱいあるんだよ。すごい、なんか映えるよ。映えスポットとしても有名なんです。2階は何だ。すごい広い。ねえ。しかもお客さんがいなすぎる。いなすぎるって当たり前だろ。開店前なんだから。え、蒸気でアイマスク。待って、炭酸でアイマスパック。すごい。ちょっとでさ、結構仕事の日とかさ歩くじゃん、いっぱい。うん。その時めっちゃ足痛くなるんだよね。これ買いたいな。炭酸なんだ。ねえ。めっちゃ優しいじゃない。スー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 。あ、目薬欲しい。コンタクトの上からできる目薬がいい。マイティアシーで298円ね。はい、じゃあ3回いきます。来た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 、本命来ました。本命来ちゃいました。来ましたね。これ私あれダブルライン欲しい。ダブルライン、すごい広いね。すごくない？これ欲しい、出たぞ。でもおいちゃん、それ売り切れだよ。どれ？これいい。うん、じゃあこれ。それねえねえ、いいの？やだ。ダメだって。なんでさ、ゆうちゃんの時だって。ちょっとじゃあ、あの1000円以下にね。じゃあ、欲しいパンプルで食べてみます。こっちにピアスいっぱいあったんだけど。嘘でしょ、こっちにいっぱいあるんかい。確かに。かわいい。え、欲しい。ゼロゼロ。いいの、でも。でも。こちらね、欲しいと言っていたので、買います。あ、ねえねえ、これいいらしいよ。一人一個。あ、そう、知ってる。ミッキーモンスターでしょ？うん。さっきこれ欲しかったの、ずっと。待って、何色がいいかな。でもさ、これ一人一個なの。1人1個だから2個は買えないからね。そうなの。どっちにしろ。こっちの方がいい。これこれ。佐々木ちゃんに似合いそうな色買っちゃいます。私ちょっとチキンなの。どれ？見てみよう。チーズ史上最高峰の。でも見て、こんなに高いの。やばいやば。待って、これ。え、待って、これやばそう。さすがに8000円。これを欲しいって言ってたので買います。じゃあ行きますか、上。はい、はい、こちらは化粧。やばい、本命来た。嘘、ここが本命だったの。
これはもしかして待って、クレンジングのシーン見て見て見て、あクレンジングうちないもんね、シワトロ落ちだって濃いメイクが落とせるらしい、気になるね、これはもう買えるんじゃない、え買える買いたい欲しい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、欲しいこれ、あれバスソルトだけど大丈夫それ、えバスソルト、バスソルトじゃ無理でも欲しい、時間も迫ってきましたよ、やばいやばいやばい、やばいなこれ、ちょっと欲しいものがたくさんありすぎるし、あと1000円ぐらい、1500円ぐらいじゃない、伸びるスクラブ、なにこれすごくない、伸びる、これ欲しい、これ欲しい、これどういうこと、えボディーソープいらないんでスクラブできるので、それでお風呂入らないで済まそうとしてんじゃないよね、でもいいんじゃ、いいんじゃね、それ買えば、うん、安いし、うん、いいじゃん、お風呂あんま好きじゃないから、うん、そうね、あ、それ買う、いいじゃない、オッケーオッケー、なんか買おうとしてるよ、ハンドクリーム、あ、でも確かに確かに買えない、それは買えない、何買えない、じゃあ、あとね500円ぐらい、やばいやばい、うん、はい、じゃあこれで1万円分見せてください、じゃじゃーん、いっぱい買いました、すごい、こまごまと、はい、量買いましたね、いっぱい、だからちゃんと安いもの買った、素晴らしい、じゃあ会計していきたいと思います、はい、では会計お願いいたします、はい、お願いします、これ1万円オーバーだったら、たきちゃん払ってね、え、自腹え、いいかもいいかも、全然計算してなかったっていうアバウトの、まあ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 これぐらいだったら、うん、多めに見ましょう、はい、はい、ということで2人の1枚目の会計終わったんですけれども、こちら一番最後のこの量を見てください、こちら2人が欲しい、いいねと言った商品カゴに全部入れましたらこんなパンパンになりました、これを今からお会計していきたいと思います、じゃじゃん、こちらの金額出たので今からネタバラシしていきたいと思います、はい、こんなに見せてました、おざきちゃん手伝って、持って、え、こんなの買ったっけ、さっきこんな多くないわ、なにこれ重すぎた、よいしょっと、よいしょっと、よいしょっと、なにこれ、こんな長いレシートになっちゃった、こんなに買ってないよ、よいしょ、すごい、2,800円、本日は裏企画でございます、なに、でも絶対さっきに請求されるじゃんこんなに買ってないんだけど、本日はおさきちゃんとうーちゃんが欲しいいいねといったもの裏で全部買っておりました、え、嘘でしょ、え、うわ言ったわこれとか、待ってお熱そもそもの欲しいって言ってましたよね、車お熱取ろうねちょっと待って、逃がさず聞いておりました、ノリで言ったものとかも入ってる、こちらえプレゼントでございます、請求しません、え、請求なし、請求なしの企画でございます、見てくださいこのレシート、やばい、初めて見た薬局でこんな焼肉食べ放題の時のレシート、知らないよ夢のような企画でございますよ、さっき何もさっき得しかしないやつ、得しかしません、今回はやばい、だって私断念したやつバカだもん、1万円だからそう、それをね逃さず聞いて裏で買っておりましたよ、いっぱいあるよ、あんたいっぱい欲しいとか言ってたから適当に適当に言ったわけじゃないよねえ、じゃあこれあのさ購入品紹介月曜ここから TV でこの話するんですけど、これもするってことですか、はい、あ、こんなにいっぱいするんだ、5万円分、はい、5万円購入品紹介しちゃってください、じゃあということで、じゃこちらの今日買ったやつみんな気になると思うので、そちらの購入品紹介は月曜ここから TV の方で紹介するので、皆さん概要欄のリンクから飛んでください、5万円分薬局で買いましたのでね
みてください。そう、そしてね、こちら3月11日からこちらのカレーも販売されるので、ちょっとこちらも食べていきたいと思うので、皆さんご期待ください。はい、ということでこんな感じで終わりだと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。お先に失礼します。